はい、阿部ちゃん、自己紹介。コミッション出てる、コミッション出てる。はい、どうも皆さん、こんにちは。超無課金です。とうとう、この日が、やってまいりました。お待たせしました。この動画は信じるか信じないかはあなた次第動画になります。ディスコードで芝刈り機アブと通話がつながっております。どうして芝刈り機アブが今まで声を出さなかったのか、そしてどうして芝刈り機アブがあんなにギャグ線高いのか、芝刈り機アブの徹底調査をしたいと思います。それでは来ていただきましょう。よし、阿部ちゃん。はい。初声だし、どう？緊張する？緊張します。かわいい。かわいすぎる。でも阿部ちゃん、はっきり言っとくわ。どこにでもいそうな声してる。阿部ちゃん。傷ついた？なんか今。いや。うん。どこにでもいそうな声してる。うん。かわいい、かわいい、かわいい。あなたはかわいすぎる。まあ、せっかく声出しやし。もうこの声出し、あ、まあいいや。いろいろ質問していくのは荒野行動行きながらにしましょう。では、阿部ちゃん、荒野行こうやーって言ってください。まあ、言えるわけないよな。基本的にアルファ D のメンバーとはもう喋ってる？はい、喋ってます、うん、なんで声出そうと思ったの？いや、なんとなくなんとなくもういいかなっていうの思ったの。逆になんか声出さんかったのには理由はあるの？いや、特に理由もなかったの？はい、やっぱり声出してた方がよかったみたいな、ここ声出してたら勝てたのにみたいな大会ってあった？めっちゃあります。むっちゃある。はい、あ、今でも最強って歌われてるのにここで声出しってなったら、まあまあ言ったらもうフォーゲルも今戦績めっちゃいいやん。 KWL でもいいし。あ、待って、敵おる。あ、阿部ちゃん、ここ敵おるで。足音に、あ、阿部ちゃん死んだかもしれない。あ、死んだ俺。あ、じゃあ阿部ちゃん。はい。レモン組のハリちゃんいたやん。はい。ハリちゃんはほんまの実の兄弟だ。まあ一応。一応なの。なんか知ってる人は結構知ってるやん。でも知らん人は知らへんよ、はい、ハリチャとはやっぱリアルで兄弟。はい、兄弟です、じゃあ一緒に荒野行動とかするの？いや、しないです。全くしない。はい、全く、全くしない。なるほど、声出ししてないってことはこのアブちゃんの学校の友達とかはアブちゃんってことはわからない？わからないですね。アブちゃんの学校の人たちはこういうことしてる人いる？めっちゃ。めっちゃいるん？はい。めっちゃいるん？けど、アブちゃんってことはわからない。はい。その時の心境はどんな感じ？教えたろかみたいな感じ？いや、普通に。え、一緒に声やしようみたいな誘われへん？いや、誘わないっすね。もう荒野も全く興味ないみたいなふりしてる。そうですね。一番喋りやすいメンバーって誰？アルファーディ。レンニキとか。ああ、ルーキーさんとかガネさんとかも結構。ガネニキとかルーキーとか、あとディフェアも喋るやん。はい、ディフェアさんも。まあやっぱそのメンバー声出した時の反応ってどんなんやった？いや、特に
多分アルファ D のメンバーの中で一番初めに喋ったの俺やんな。はい。そうで、リスナーさんこれあのえ何連力と連力と昔え、でもめっちゃ昔やろ。はい、もう1年前とかやろ、ほぼ1年ちょい前とかやろ。で、ここ最近で喋ってんかって今年の3月ぐらいに俺とアブちゃん初めて喋ったよな。はい。その時俺2時間待たされたから。2時間待たしたよな。親フラって言われて30分待って1時間後にまだ親フラって聞いて言ったら、親フラは30分前には終わってますって言われて、何のために無駄に30分待ったかが分からず、で親フラ終わってねんったらもう喋れるやんって思って喋ろうと思って、またここから1時間待たして、究極なるコミュ障だよな。阿部ちゃんはギャグ線高い？いや、低いっす。多分界隈位置高いと思う。いやいやいや、なんで芝刈り機って名前にしたの？え、それまあいろいろ。何何何？いや、その創設者まだ俺じゃないけど。え、芝刈り機の創設そう作った人阿部ちゃんじゃない？はい。え、これ多分初知りの人多いんちゃう？カイって人が作って芝刈り機のカイくん。はい、いるよね、カイくん。芝刈り機って名前も。はい。なんか電信柱と悩んだんですけど、でこれじゃあこの動画出したら電信柱できるんちゃう？俺は死んだらアブちゃんの視点に変えれるねな。もうこの動画見てる人にいけいけ死ね死ねって言われてる気しかし、多分これが生放送中やったら絶対にこういうコメントある。死んだ。俺もうアブちゃんやったら助けてとも言わへん。もう一回引き、あ待って殺してってなる。ちゃんと殺してほしい。殺して、よし。でアブちゃん、あアブちゃんまだ敵殺さんといて。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいね、かっこいい。勝率は？何ですか？これの相手に、相手を倒せる確率。100%。いいね、言ったでな。言ったでな。うまっ！今なんか見えたん？実はアブちゃんむっちゃ喋ったりするタイプ？はい。あ、そうな、むっちゃ喋ったりするタイプな。慣れたら喋る？めっちゃ喋ります。あ、そうなんや、めっちゃ喋るんや。やばくね、囲まれてね。あ、さっきそっちやる？動きしてんの。うまっ、ヘッドの狙いうまっ。え、足音？頭悪くなる人、この視点。いや、うますぎる。今の何？今何考えてた？マグレス、今の。え？マグレス。いや、マグレちゃうやろ、どうせ。もう、こんなシーン何回も見たもん、アブちゃんの。え、アブちゃんがアルファ D に入った理由なんだ。これリスナーさん気になってると思う。いや、ブタキンさんから口説かれました。でも口説、え、結構勧誘は来てたよ。
なんか掛け持ちでもいいから入ってみたいな。結構来てましたね。なるほど。アルファディ選んでくれた理由は？いや、なんか、まあ断りづらかった。はい。はい、ここカットしてください。ここカットしてください。そこの小屋にいるのは分かってて、当てたのも分かってて、突っ込むね。何してんの、やばない？こんな近距離で覗く意味は何なんですか？いや、今のは操作ミス。あ、操作ミスなんや。はい。なんかカッコつけて言ったらよかったのに。なんかあることないこと言っても多分信じてもらえるで。はい。なんやろな、質問。なんで死にましたか？バグっすね、今のは。バグなん。はい、もう今のバグなんや。いや、まあ、阿部ちゃん、声出しでちょっと緊張しつつ、多分、やってくれたと思いますが。緊張しましたか？しました。普段はもっとベラベラ喋るんで。だから、まあ、これがアブちゃんの声なんですけど、信じるか信じないかは、あなた次第です。まあ今日のアルファ D 放送から声は出せるかな。はい。多分この動画の投稿されてる日からは出すと思いますんでね。ぜひ見に来てください。阿部ちゃん。はい。これ最後の質問なんやけど、俺よく動画とかでさ。終わりです。終わりまーす。恋と飾ってたって静かな声、汚れ切った言葉を今、ここには誰もいない。